みんな選曲聞いたらえってなると思う。みんなびっくりする。めっちゃかっこいいです。昨日新シーズンへ向け新たなプログラムを発表したアイスダンスの村元哉中選手と高橋大輔選手。フジテレビのカメラだけにその気になる新プログラムの様子を公開してくれました。勝負のオリンピックシーズンに2人が選んだのはなんとソーラン節。すごいトラディショナルなものだし、逆にそれを取り入れて、さらに演技後半にはテイストはガラッと変わりヒップホップを融合させた部分も。異例の挑戦も2シーズン目、さらに進化した2人が北京オリンピックを目指します。今シーズン全く違うんです。何があったのっていうくらいなものを見せていければ、見せていくモチベーションでいればやっていけるのかな。